ターボ R は、イギリスの自動車メーカーである、ベントレイモーターズが1985年から1997年まで、販売していた高級車である。ミュルザンヌと車種を共用し、ミュルザンヌターボのターボエンジンを搭載する。ターボ R の V 型8気筒エンジンは、ボッシュ MK モトロニック燃料噴射装置が、新たに搭載され、トルクがアップされた。スポーツサスペンションや幅広タイヤを採用した。 最初のベントレー車である。サスペンションの変更は重量級の車をパフォーマンスカーに変貌させた。スタビライザーのレートはフロントで60%、リアで80%増加され、ショックアブソーバーもチューニングされた。コーナーでの左右の動きを減らすため、ラテラルロットが導入された。スプリングレートはミュルザンヌと一緒だった。ロールスロイスにより公式な数字は提供されなかったが、 モータートレンド氏によると最高出力は 295PS イコール 221kW、最大トルクは 660Nm であった。ターボ R は世界各国で大きなヒットモデルとなると同時に、ベントレイのブランドイメージを大きく塗り替えることになり、これまでロールスロイスの販売台数を超えたことがなかった、ベントレイが初めてロールスロイスを超えるなど、 低迷していたベントレーを蘇らせるきっかけを作った。また、バブル景気時の日本では、正規輸入販売代理店への年間割り当て台数を超える需要があったこともあり、並行輸入車がプレミア価格で大量に販売された。1989年のモータートレンド市はターボアールを有名な名前に値する、この数十年で最初のベントレーと呼んだ。 アメリカでの価格は19万5千ドルで、ミルザンヌより高く、シルバースピリットより3万9千ドル、安かった。生産台数は、ショートホイールベース版が4653台、ロングホイールベース版のターボ RL が1211台、合計5864台。1995年、ターボ R の新しいモデルが登場した。在テック製の燃料噴射装置と4足。 オートマチックトランスミッションが導入された。生産台数は、ショートホイールベース版が543台、ロングホイールベース版が823台、合計1366台。ありがとうございます。